はい、こんにちは、レトルトと申します。今回はね、以前やったリトルナイトメアに、ダウンロードコンテンツとして新しいステージ、新しい主人公が配信されたということで、そのダウンロードコンテンツをやっていきたいと思います。まあ、巨大戦艦ムーっていう、ところから、小人の少女が逃げる物語だったんですが、今回の主人公は、前回の主人公のこの黄色のシックスちゃんではなく、こちらキッドっていう男の子が、小人の男の子が主人公みたいですね。もういろいろ多分なんか、多分シックスちゃんって、なんだろう、巨人たちの餌というか、食べ物としてここに捕らえられてたんだけど、多分こいつも、キッドくんもそうやって捕らえられてたのかな。水の中からスタートしましたよ。このゲームね、なんかホラーゲームじゃないように見えて、ホラーゲームなんだよね。お、ない、ね、ちょっと手が。は？あ、夢か。意外に可愛い声してたね。はーっていう。ほいほいほい。なるほど。ちょっと操作とかもね、案外このゲーム難しいんだよね。ちゃんと掴むボタンとかがあったりするんですけど、ライト持ってない。なんか、シックスちゃんは懐中電灯みたいなの持ってたじゃないですか。持ってないっすね、こいつ。あ！もう、あいつじゃん。俺が一番嫌いなやつ。管理人だよ。あいつね、ゴムゴムの実食ってんだよ、あいつ。こいつが管理人として、なんていうの、この逃げたりしないように、あれかな？探ってんのかな？なんかコントローラー変えたから、めちゃめちゃ振動して、すげえ怖いんだけど。あ。あ、これが多分巨大戦艦ムーなんだろうね。これなんだろうな、この、書いてるやつ。こっから降りていいのかね？おぉ！よかったー、これが、よー！え？昼か、あれ。なんかベッドもうにゃうにゃしてる。なんやこの目。大丈夫かこれ。ヒルだよね多分。んんん、ちょっと、奥側だ、奥側。やめてヒルさん。で、下。え、なんか人いるな。なんか隠れてるよね、真ん中のとこに。あの目のさ、シックスちゃんではないな、あれ。ちょっと大きいですもんね。ライトつけれないなぁ。畜生。懐中電灯ないと暗いじゃん。怖いよ。こっち行って、これぶら下がったら？いけないな。ここ行けないってことは、こっち側から降りていくのか。シックスちゃんが逃げた後だったりするのかな？それとも同時進行だったりするのかね？あ、生きてる！すごい！なんかここら辺通ったことがあるような気もするよね。ライトないの辛いなぁ。なんか走るとかなかったっけ？ああ、こっちが。あぶねえ！この橋はいけないっぽいな。うん、怖い怖い怖い。よし。ここら辺の影は大丈夫かな。ここにいいよ、とりあえず。さっき上から見た時には人がいたような気がしたんだけどな。あぶね。ここが影になるので、このままこう行って、うん。まあ、とりあえずでもちょっとは覚、なんとなくは覚えてますね。なにこれ。これは持ってない。あ、なんか、サイコロみたいな。こいつは何なんだろうね。なんか、シックスちゃんに比べて、結構ちゃんとしてるというか、なんか、身なりはちゃんと、してる気、ん？なにこれ？なやこれ？あ？回ってる？そして何かがある。あ、拾える。これが拾うボタンか。マッチないの？あのライター大事やねんって。ん？降りていいのかな？ここ来たことがあるような気もするな。なんか遊び部屋みたいなのがあった気がするんすよね。
これちょっと見にくいな。あーダメか。あ、普通にいけんじゃん。あんまスルーしていいのかな。来た。トイレか。てことはここシェフとかの場所じゃない。これ本当にこっちで合ってんの。あ、なんだあいつ。お母さん、なんか喪服着たお母さん、女性がいる。お母さん、これ一応運べるけど、ここ運んで掴むのかな、格子に。よしよし、でいけ。よし、まだジャブっぽいな。なんかダウンロードコンテンツイコール超難しいっていうわけでは。あ、逃げてる。あ、俺死んでる。降りよう。あの女の人を追っていく感じかな。小人たちの中ではちょっと大人っぽいよね。くそー、どっかにライターはねえのか。なんかライターでなんかさ、ちょっとセーブするみたいなあったじゃん。今回それもないんすよね。ないよね。そう、ない、ないですね。こっち、とりあえず、あいつを追っていくしかないのか。いいよ。この子のお母さんっていう設定で俺はちょっと自分を励まそうかな。落ちて大丈夫これ。おお、ちょっと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 、船から出ようっていうのにめっちゃ落ちてんじゃん。はあ、うわー、もうこれ一番下じゃない。これ女の人はどこに行ったんだろう。よし、ジャンプして、え、ここをどう登るかだな。この穴ぼこはダメ。何かを使って登んなきゃいけないね。このなんか木箱なんとかできないかな。この木箱を押していくことが、よし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 、これこれ、オッケー。謎解きそんな難しくないね。俺ならパッとクリアできちゃうんじゃない？なんかダウンロード、あー、やった来たぞ、ついに。これでしょ。これを待ってたんだよ。よし、オッケー。これでみんながちょっと見やすくなりましたね。よしよしよし。やっぱこれがないとな。いや、こう見ると結構イケメンじゃない？ねえ、なんていうのこれ。うん。LL みたい。なんていうのね。あの、デスノートの。ちょっと前髪、ちょっと髪の毛が長すぎるけんのがちょっと散髪した方がいいですけど、なんか手の、ああいるね。なんか光に弱いとこあればな。最後の魔女は光っていうか、まあ、光じゃないな、鏡に弱かったんだね。シックスちゃんも最後ね、6つ目の滞在である暴食っていう、うおこいつ何なんだよこれ。これ何なんだろうね、このヒル。この謎は本編では明かされなかったけど、ちょっと明かされていくのかね。走ったりできないんだっけ。あ、でもジャンプ力結構ある。しゃがみ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 は L2 か。よしよし、思い出した。あー、あぶねえ、あぶねえ。うわー、なんかインサイドっぽい。うわ、ちょっとこれジャンプ、よし、オッケー。あー、登れないね。登れないね。ちょっと下確認。うわー、うじゃうじゃしてるー。で、左か。え、うおー、こわ。よし、すげー身体能力。これはシックスちゃんを超えるかもしれんな。シックスちゃん怒らせたら怖いからな。逆らわないようにした方がいいな。また水かー。なんか、水の場所多いね、こいつ。ダウンロードコンテンツ、これ3部作になってて、一つ目が、このこいつの物語の一つ目が、あれなんですよ、その、7月にやって、次は9月とか8月なのかな。おいっと。よしよし。俺は Steam 版をやっておりますが、プレステ4とかでも出てんのかな。水の面だな。だんだん登っていくのかな。この子も脱出できるといいね。
これをまた破るのかな。よしよし、くれ。よし、基本的にはライトはつけていきたいな。あ、すげえ、キノピオみたいなやついる。こいつなんかできないの？そうだよな、でかいクジラの腹の中みたいな感じだからな。なんかゴミ捨て場だな、本当にこれ。すげえ、キント、何？なんか波打ってるんですけど。なんか波打ってません？おかしい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 。え？なんか人魚いる。リンボの時の人魚みたいな。あれ？あ、下に引きずり込まれてんのか、今の。来てるなぁ、急いで。危ない！サメか何かか？ライト。よし、オッケー。管理人とかはもう出てこないと俺は信じてるから。お、これはでも開けれなさそうだな。このチューブの上を通って取れないな。あ、え、死んだ。あ、生きてる。よし、こっちの下に行かなきゃいけないってこと。うわー、気色悪い。これ昼でしょ。え？わわわわ、おい、反則反則。なんか空き缶みたいなのあるから、これで、あ、違う違う違う、ちょ、近づきたくねえな。お、お、お、おーおーおーおお、わわわ、怖い怖い怖い、やめて、やめてやめて。で、ぴょんぴょんして、よし、陽動作戦成功。バカめ。イケメンだよ、やっぱこれ。うん。これは幼少期の小池徹平ぐらいの可愛さあるで、これ。なんか奥から出てきそう。大丈夫？大丈夫？本当に大丈夫？これ。下水か。いけるな、じゃあ。で、奥側かな？奥側が格子になってて、登れる感じかな。おしっぱ。そうなの、みんな R2 をおしっぱにしてなきゃダメなんだよな。意外に操作が結構難解でね。あ、なんか装置がある。シックスちゃんも行ったことのない場所だと思うよ、これ。頑張れ、ひりきーひりきー。ダメみたいだな。状況確認。あ、まずはこっちのこっちのレバーを、全然届かねえな。無理だな、これ。いけ！お、届いた！よし。これで電気がついたから、このレバーが引けると。いけ、ポチッとな。あー、で、これで右上のとこに行ける感じかな？この水を出し入れする仕掛けって本当に、どこにでもあるよね。この仕掛け。アクションだけじゃな、ならず。よしよし。オッケー。この上、あれあれ、いけないぞ。おい、どういうこと？いけない、意外にいけない。もうちょっと、あ、もうちょっと水出せんじゃん。なるほど。あー、水出しすぎだな。水出しすぎだなぁ。出しすぎ。そんなにはいらん。なるほど。ここで、水に降りといて、この隙に行くんだ。で、水滴には抜くと、あ、いけんじゃん。え、なんだったんだ、一体。別にタイミングってわけじゃないんだね。リンボーとかはね、もっと難しいからね。リンボー以上に怖いですが。今俺どこ？あれ？あ、取れた取れた。よしよしよし。とりあえず水のパズルクリアだね。なんか追いかけてきたりとかがなければ言うて大丈夫ですよ、これぐらいは。ただ追いかけるのだけはちょっとね、やめていただきたい。なんかホラー怖くないんだけど、なんかこれは異様に怖いんだよな。ん？この、あったあったあった、これか。よし、オッケー。
これを落としたり必要？そういうわけでもない。あいつ出てきそうだな、あいつ。やっぱ出てきたな。よし。乗って、消えたら、次はここ。おいおいおい、危ねえ、危ねえ。なんだよ、これ。何が追ってきてんだよ。次は、うわわ、近い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 。これじゃダメだよ。うわ、手長っ。このまま真っ直ぐ。あ、いい。すごい今のよかった。うわよし、オッケー。よし、いい。ブラブラする。こっから奥遠いよ、ちょっと。このジャンプで稼いで、おい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 、危ねえ危ねえ、もう行っちゃえ行っちゃえ行っちゃえ、危なかったんじゃない？やっぱりこれで突き落とされんだ。なるほど、ほとんどの人はあそこで死んだだろう。俺は死にませんよ。あのドラム缶どうだろうな、あの右奥の板間か。ちょっとこっち、先こっちだな。よし、オッケー。で、左上はおい、やめろ。忘れてた、あの小づくシステム。よし、来た。あ、なにこれ。あ、なに、お酒好きなの。あ、なに持ってんの。なんかポケット入れた、くすねたぽい。なんかくすねたな。お、あ、びっくりした。あいつに反応してるわけじゃないのか。これさ、ダメか、意味ないか。意味ないな。小づかれるんだもんな。とりあえず右の木箱だな。で、木箱行って、ちょっと、よし、オッケー。で、ここからのこの上かな。ちょっと怖いな、ここ。届くか、これ。ちょっと右側行って、届きそうだな。よし、OK。うまくなったな。うん。ん？おもっ！おお！ぐにょ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 。これを、につかまりながら何かすんのか？手出てますよ、手！手手手手。あいついるよね、ここ多分。おい、登れない、登れまへんで。おい、あんま上の方まで上げない方がつかめるかな。よしよしよし、これで横の鎖からのジャンプ。おぶねえ、あぶねえ。んー、これ使うんじゃない、魚。あ、ビビった。どうすんだ。これをこっちに捨ててる間に行くみたいなさ。甘かったか、これ。甘かった。甘い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 な、甘い。お、間に合った。あの魚どうだったんだろう。全然関係ない気がしちゃう。なんだこれ、電池、アルミ缶か。あー、まずはここの調査だな。なんかもうゴミ処理場みたいな場所だね、もうほとんど。こっち側も行けないってことは、ここでなんとか上まで行かなきゃいけないってことか。これ開く？開かなそうだな。ん？ここ登れるかな？よし。で、これを倒すんだな。おい、行け。おーい、いいね。簡単だな。おい。よし、オッケー。オッケー、で、届くか、これ。届かないな、これ。え？どうやって開けんの、これ。走るボタンは思い出したけど、あ！はー、なるほどね。これは気づかない。
し。あのタコツボ、これは押していくのか。これなんだこれ。なにこれ、線図がすげえ入ってそう。これ無視でいいのかな。今まで走るボタンなしにようやっていけたな俺。ここ登れそう。よし、まだ敵が出てこないんだよな。なんかある。あー、水を引くと、あれ、ここなんか来たことのある。しかもあそこの上に登った、あれ重要なんじゃない。あれの場所をなんかあそこにしといちゃダメな気がするな。あ、でももう戻せないか。なるほどね。じゃああれをなんとかしなきゃいけないのかな。ゆっくり降りよう。ここ降りたら死にそうだ。あ、鍵がある。あそこの中に鍵入ってるね、これ間違いなく。いて。あ、でも椅子持ってきますね、全然。あ、詰まってる詰まってる、アイテム詰まってる。こっちに持ってって、あ、いいよ、あ、いいじゃない。で、あ、ちょっと、こうで、これで普通に押せば落ちるかな。ほい、おっし、オッケー。なんて単純なんだ。うわー、一緒になんか出てる、一緒に、なんかいた、なんかいた、なんかいた。ちょっと急いで、急いで。あいつ気づいたら近づいてるからさ。ナイス、さよなら。閉めて閉めて閉めた方がいいよ。ちょっと待って、これここだな。何気にさ、頑張ってこっちの方まで来ようとすんだよな。あの部屋で諦めればいいのに。おし、上の方に戻ってきたぞ。なんか金庫みたいなあれに、あー、これがあるから、あれだね、もう電気が通ってるから多分ダメなんだろうな。水を抜くとどうなる？まだ電気、あ、水抜くと電気が大丈夫になって向こうに行けるかな。うわ、さ、届かない。なるほど、これはちょっと、あ、待って、でもこれをちょうどいい位置にしておけば、そうそうそう。うわー、ちょっと遠かったかな。あ、もう一個あった。なるほど、二個あるんだね。あ、じゃあこれ大丈夫だ。よし、完璧。ぴょん、完璧。ウサギのようなジャンプで、ここはクリアかな。うん、何この穴、絶対に入っちゃいけない穴。うん、入んない方がいいよね。え、これ、こっち、あの穴は、うわ、ついに姿現れやしやがったら。なんだあれ、水のおっさんだぞ。いや、水のおっさんいた、水のおっさんいた、水のおっさん。右上か。水のおっさんいる。うわわわわわ、今日半魚人のおっさんいる、半魚人のおっさんだって、半魚人。よし、なんかある。この魚をなんか利用するんだと思うんだよな。あ、半魚人、半魚人のおっさん、半魚人のおっさん、あの魚やん。あっち魚あるで。この魚をとりあえずここら辺に捨てて、食べてる食べてる食べてる。やっぱチャンスではあるんだな。はっはっはっは。危ない危ない。で、いけるか。よし、すさまじい身体能力。遠いなぁ、遠くないか。なんもねえぞここ、遠いなぁ。
間に合って、よし。でも小突かれるぞ、やっぱ小突かれた。よし、いい。あとはもうダッシュだな。よし、絶好のジャンプ。あー、怖い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 。うわー、おい、反則。はい、反則出ました。気をつけろよ。奴は反則をする、奴は反則をするぞ。よし、反則反則、気をつけろ気をつけろ、反則反則するぞ。ジャンプ、遠いな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 。よし、これはもう一気に行った方がいい。ここで油断してると絶対死ぬ。よし、ん？これ、あ、いける。よしよしよし。いけー。気色の悪い海のおっさんか。今回の敵は。あの船だよな。うわー！え、どんどんなんか、攻撃してくるってこと？なんか振り子みたいにできないかな、これ。できなさそうだな。ここも気をつけた方がいいよ。ここも気をつけた方がいいよ。信じちゃダメ。よし、よし、オッケー。ふぅふぅふぅ。カチャ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 。で、これひ、あ、ここ登んのか。よしよしよし。余裕余裕。海なんてね、もう、リンボーでもインサイドでもね、ものすごくやりましたからね。特にインサイドかな。ん？ん？次どこに行くの？あ、あそこ上まで行けば。怖い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 。反対側に出れるのかな、これ。しゃあ、オッケー。また水ある。そしてボタン式。とりあえずなんかトイレットペーパー捨てとこ。ぽい。あー大丈夫か。あ、こっちおっさんと繋がってないんだな。安心安心。ここか、上がるの。とりあえず押してみるか。何かを入れるような場所もあるね。水が引かれて、あ、トイレットペーパー出てきた、俺の。よしよし。こっち側はいけない。でもこれ絶対何かあるよね。この三角形の何かを、まあ、結局拾ってこなきゃ、多分ダメってことだよね。で、水の中じゃダメだから、これをもうちょっといい位置に、移動させておくべきだと俺は思います。もうちょっとこっちかな。こんな感じかな？あ、ちょっと右に寄りすぎてる。これぐらいかな。オッケー。全然トイレットペーパーふやけてないな。ん？あれ？上まで登りきれない？んなことはなかった。ここか。ここで？あ、上に登って、ありましたね！バルブハンドル。謎解き御用達のアイテム。で、これを、どうしようかな。そうだよな。坊ちゃん坊ちゃん大丈夫かな。もうとりあえず上にあっても仕方ないから、下には落として、うまくいくかこれ。バルブハンドルどこ行った？バルブハンドル。あれ？俺のバルブハンドルどこ？まずいですよ。消失事件。バルブハンドルどこ行ったん？なんか透けてない？どっかにない？あれ？バルブハンドルは？あった！ありました。これさ、ここの上に投げれないかな。投げれそうか。惜しいんだけどな。ああ、なんかトイレットペーパーいらない。
よし、来た。これなんかうまくやれば。で、そうかそうか。で、これを向こう側にものすごくつけておけば、邪魔やわ、俺が捨てたやつ。すげえ邪魔してる。いいねー、いいねー、ほぼ完璧、理想、理想通り来ましたよ。よーし、これが、あ、あそこが開くんだね。なんで戻ってくかな、いるかな、ギリだな。ここでスタート、完璧。ふう、よし、暗い。謎解きは簡単だけど、よし、オッケー、暗いな、暗い。ライト。ん？これ壊れそう。あ、惜しい。おは！あ、俺は？あ、いたいた。出たな。なんかよくわからんおっさん。なんで全ての場所に おっさんの場所。うわ！やっちゃいけないことやりましたね。よし。これはそうか。ちょ。おおわあ、あー、やばいやばいやばい、ちょ、戻って戻って、これ重要やねん、これ。うわ、全然ダメ。どうするか、どうしよう、どうしよう。よし、振り子、振り子、切った。これが一番最も得意な振り子ですよ。ブチってちぎれないだろうな、これぐらいが限界かな。あ、ああ、し、これで、ここ、これはもう勢いでいった方がいい。ここ、どっちだ？奥、奥行こう、奥。ああ、頼む、頼む、頼む、よし！よっしゃ、オッケー。よしよしよし。お、なんだこれ。また電気のやつかな、これ。めっちゃテレビついた。だからどうした、あのテレビを下に落として感電させるんだな、きっと。なるほどね。とりあえず反対側に行くのか。よし、オッケー。やばっ、攻撃しに行かなきゃいけないわけか。早く、とりあえずここ絶対攻撃されて沈められるから、次々行くべき。ありがとう、ルイ・ヴィトンのロゴ、旅行カバン、ああいうの浮くように作られてるらしいね。よし、あ、あ、間違えた、全然違うとこ飛んだ。こっちじゃん、普通に考えて、こっち。よし、なんとかなんとかなんとか、よし、いいぞ、絶対噛んで、あ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 、カッパのおっさん、いや、女か、あれ。やばいやばいやばい、気持ち悪い。イエーイ、ふぅー、おほほ、カッパのおっさん殺したぞ。これ死んだでしょ。すげえな、こいつら倒せるって。よし、よしよしよし、理想、すべてが俺の思うままにいってる。ちょっと相性いいな、シックスちゃんの時はあんまうまくいかなかった感じするけど、ちょっといいぞこれ。なんかいそう、これお酒あるね、これ。これなんかトロフィー的な感じなのかな。なんかこいつ盗んでんだよ、中からラムネの中のビー玉取るみたいに。ほら見て、はい、現行犯。これ万引き G メンだったら間違いなくこれ捕らえられますよ。ちょっとお母さんがいたんだよな、こいつの。ちょっと小人だけどちょっと大きい人。あの人の存在も気になる。なんか落ちた分登ってこれた感じするな。よし。
いいよ。いいよ、いいよ。たけー。上まで行きます。うわあ、あ、あ、は？あれ、カリリンだよな。あ、シックスちゃん。シックスちゃんの右側にいる。運命の出会い。うわ、まあいつ嫌いやわ。え、今ね、スチームの実績のロックが解除されましたっていうやつで、惜しいって書かれてたんだけど、惜しいじゃないよ。え、どういうことこれ。これは？え、惜しかったよ。確かに惜しかったけど。え？今の、え？終わり？逃げれなかったってこと？ちょっと再開して、どっからだ？え、ダメだったってこと？動けたのかな？あの登った時にさ。急だったじゃん、ネズミとかいっぱい出て。いや、違うな。ちょっと調べるわ。出たばっかで何もわからんかった。でも、多分、操作できなかったから、多分そういうことなんだろうね。きっとこれで、第一の、やつは終わりって感じですね。なるほど。新しい敵として人魚のおっさんが出てきたわけだけど、すげえハゲ散らかした人魚のおっさんは、ちょっとテレビで感電させて倒すことはできたんだけど、どうなるんだろう。惜しいってだけで、あれ死んだわけでは決してないじゃないですか。だから、まだわかんないよね。はい。ということで、じゃあダウンロードコンテンツ2、3できっとあの後どうなったかってのが多分わかると思うんで、ね、また、更新され次第、ぜひやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、リトルナイトメア、次回をお楽しみに。レトルトさーん。